は受験情報チャンネルのブラック先生です。今日はですね、日付が8月の22年ですね、8月の6日の土曜日ですか。いくらか天気はいいのかなって、明るい感じではありますけども、曇った土曜日というところです。皆さんお盆前ですけれども、しっかり勉強頑張ってますかね。今日はね、こういう話をしようと思います。神は細部に宿るっていう言葉があります。で、受験でどういうことを考えてほしいかっていうと、ぜひこれですね、得点になる答案を書く練習、これをしておいてください。で、来年の春3月ですか、実際の試験の時には得点になる答案を書くようにしてください。で、今日画面に持ってきたのは、今年の春の、社会の入試問題です。埼玉県の県立高校で出題された問題、これが大問4の問い1と、こちらは大問6ですかね、問い3を持ってきました。で、皆さん過去問にもこの表がついてると思うんですけれども、採点上の注意っていうところで、どういう形で採点をして、でどういうところで要はこの配点のうちの、まあ、部分点を認めるのかどうなのかっていうところが、まあ、採点の基準というところで教育委員会の方から発表されています。でこちらは過去問にも載ってると思いますので、ぜひここを気をつけてですね、どうすれば点数になったのか、どうしたから点数にならなかったのか、どういうことをすると減点される可能性があるのかっていうところは、ぜひ注意をして、回答を書く練習をしておいてください。で実際に問題がどうとかっていう話ではなくて、まずこれですね、今日お話しする1点目っていうところで、この廃藩置県、漢字で書かなきゃいけないの、ね、ひらがなでもいいのってよく、言う生徒さんよくいらっしゃるんですけれども、漢字で書けっていう言葉ですね、こちらの問題文の中に漢字で書きなさいっていう記述がないので、ひらがなで書いても、きっと丸はくれるでしょう。でただ今回の問題なんですけれども、ここに廃止、藩、県を置くっていうことで、漢字がもう4つのうちの4つとも問題中にあるので、これを漢字で書けないようでは、要は廃藩置県という言葉の漢字を、要は漢字では覚えてない、ここに、答えが落ちているのに、それが自分が思っている、答案の、要は答えと、関連付けて考えることができないっていう判断をされる可能性がありますので、特にこれは、上に行けば上に行くほど、要は上位の高校に行けば上位の高校に行くほど、この部分点のところで、部分点として減点しようかねっていう、基準があるかもしれません。こちらは公表されていないので、例えばですよ、大宮高校浦和高校では、これを、ひらがなで書いたおかげでマイナス1点されたっていうことが仮にあったとしても、他の高校を受験している、例えば、まあ中盤どころの偏差値50ぐらいの、高校を受験した子には、この減点がないなんていうこともありますので、その採点基準っていうのは各高校で、裁量が任されていますので、ただ、同じ内容で、内容に応じて、部分点を認めるっていうことになっていますので、逆に読み替えると、内容に応じて減点しても構わないよっていう採点上の注意ということになっていますので、落ちてる漢字はちゃんと拾ってこようねっていうところになってくると思います。で、今回のこの問1なんですけれども、名称を答えて、じゃあ何が行われたのか、その内容を書きなさいよっていうことになっていますので、まあ、どちらか一方、こっちだけ書けてこっちは空欄にしてしまったよっていうことでも、どちらか一方で得点して、させてもいいよっていうことにも読めますので、それはそれでこの5点のうちの、まあ、配点が、2対3なのか、1対4なのかっていうところで、採点、その高校によって、配点がされると思います。で、下のこの行われたところなんですけれども、県令っていう言葉を使いなさいねっていうことが、書いてありますので、
まあ、検例をしっかり使ってで、何かしら書いておけばもしかしたら少しは点数もらえるかな、何書けばいいかわからないっていう場合でも、そういった形で、何も書かないよりは書いておこうっていう気持ちで書いてください。で、もし過去問等々をやっていて、なんでこういうふうに書かなきゃいけないのかがわからないようでしたら、例えばこの検例っていう言葉の意味をしっかり理解していただければ、いいかなっていうところで、言葉の意味、用語の意味っていうのを、しっかり確認しておいてください。で、次、丸つけたこれが2点目なんですけれども、サンフランシスコの詩、これは以前何日か前に、字は読めるように書きましょうねっていうお話で、詳しくしていますのでそちらをご覧ください。で、もう一度繰り返しになりますけれども、詩はひらがなの詩の順番でこういう形ですね。で、つは、ひらがなのつの順番でこういう順番ですね。要は筆がこう動く、こう動くっていう形で覚えてください。で、大人でも結構いますよっていうお話をしたのが、縦に点を並べて上から、こっち方向に払う。これでつだと思っている、人がいますけれども、こういう字はありませんので上から払ってるからつじゃないかと言い張っても、入試の場合には言い張る場面がありませんので、罰をつけられればそれでおしまいということになりますので、たかだかサンフランシスコと書けるか書けないかで、3点を失わないようにしてください。で、3点目が、PKO でいいよっていう、答えなんですけれども、それをわざわざ平和、国連平和維持活動って書いて、罰をもらわないでください。きちんと書ければ当然丸ですけれども、例えば、漢字が間違っていた、さらに言うとこの中の、維持がなんとなく、漢字が不安だったのでそこだけひらがなにしてしまったなどなどで、例えば、これを維持って書くと、じゃあこの維持ってどういう意味の維持なのって突っ込まれると、例えば、維持ですからお父さんお母さんを交通事故で亡くしてしまった子供っていう意味での維持っていう、まあ、遺族の意に子供の、子供の児童の字ですねっていう、漢字も当てはまりますよっていうことを突っ込まれると、この3点から1点引かれるなんていうことがないように、要は上位校ではそういう突っ込みがあるかもしれないっていう気持ちで、漢字で書けるところは漢字で書く、漢字で書けないんでしたら、別の用語が当てはまるようならそちらでもしっかり書けるように覚えておくっていうところになってくると思います。で、次、こちらは大問5の、5番ですね。で、これは問題は持ってこなかったんですけれども、所得が高いほど所得に対する税金の割合を高くするっていう模範回答です。で、これも内容に応じて部分点を認めるよっていうことなので、内容が合ってれば、丸をもらえる5点っていうところなんですけれども、お子さんで、所得と収入の区別がついていないっていう子が結構多いです。で、所得っていうのは収入の中から、控除額っていうのを引かれた後の計算の元になる金額が所得です。収入っていうのは、手元に入ってきたお金全額って考えていただければ、所得と収入の違いっていうのはわかると思います。で、さらに言うと収入の中でも、働いて得た収入、勤労収入と、働かずに例えば株を売ったり買ったりですとか、アパートを経営していてアパートの、家賃として入ってきた収入ですとかっていうところで、収入にはいろいろ種類がありますけれども、それを分類分けして、控除額を控除するなどして、で、税金を決める元になる金額が所得ですので、まあ、中学生にそこまで突っ込むのっていう話はありますけれども、教科書に所得と書いてあったんだったらわざわざ、自分の頭の中で、理解しやすい収入に置き換えるのではなくて、所得はなら所得っていう用語をしっかり理解するようにしてください。
で、もう一つこの割合っていう言葉、抜かしてしまう、あるいは、税額っていう言葉に置き換えてしまう、税金に置き換えてしまうっていうことをすると、割合っていう言葉が抜けてるとこれはだいぶやばいかなっていう気がしています。例えばどういうことかというと、100万円の所得がある人に、10万円の税額っていうことだとこれ 10% ですよね。で例えば、これ1000万円所得が、ある人に、20万円、税額っていうと、これは 2% ですよね。ですので、税額税金の金額が上がるって考えるとこれ確かに上がってますけれども、割合っていうのは下がってますので、そうするとそこはちょっとまずいんじゃないの、まあ減点しましょうねっていうことに、なりえますので、教科書に出てきた用語はしっかり理解をしてください。で、もう一つ、4つ目なんですけれども、こちらは問題を持ってきました。大問6の問いの3ですね。で、こちらですね、地方交付税交付金と、国庫支出金が、まあ、ここに入る答えっていうことになるんですけれども、漢字で書きなさいっていう記述はないです。で、部分点を認めるっていうここの記載もなしです。そうすると、まあ漢字で書かなきゃ、まあ、ダメだろうねって考えておくように、まあ、上位項はしておいてください。で、基準は何かっていうと、この中で地方の地、地方の方、こう漢字を一つずつ、見ていったときに、中学3年生までで習わない漢字っていうのはありますかっていう形の基準で見てください。で、中学3年生までで習わない漢字が含まれているのであれば、それは漢字じゃなくてもいいよね。でも中学3年生までに習う漢字で、漢字ばかりが並んでいるんだったら、まあ漢字で書くことを優先して覚えるようにしてください。で、例えば、これで先ほどの廃藩置県に戻るんですけれども、この廃藩置県、ここにこういう答えが転がっていない問題だったとして、廃藩置県っていう用語ですね、漢字一つ一つを見ると、先ほどのこの地方交付税交付金に比べると、まあちょっと画数が多い、習う学年も上の学年で習う、漢字になりますので、こちらはまあ漢字で書けなくても、まあ廃藩みたいな感じで書いていっても、減点はされづらいよね。ただこちらは、小学校で習う漢字がほとんど多くですので、こちらは漢字で書けないと減点しやすいよねっていうところになってくるかと思いますので、この採点基準各高校によって、違いますので、公表されていないところで違いますので、一応教育委員会で採点上の注意っていうところで公表はされていますけれども、高校ごとに違うんだよ、偏差値の高い高校を受けるとそれだけ厳しい目でチェックされる答案になってくるよっていうところは頭の片隅に置いておいていただいて、今からですね、神は細部に宿る、細かいところをきちんと気をつけて用語を覚える、特に社会理科ですかね、用語が、ややこしいっていうか分かりづらいというか、先ほどの税額、税率なのか税額なのかっていうところが、間違っているだけで、理解が、追いついていないねっていう減点にされてしまうと、大きな損になってしまいますので、夏休みのうちにその用語の整理をしっかりしておくようにしてください。では今日のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。